だ。あ、巨大なオーブ。今までに手に入れたものとは。何やら内側に。それにしてもでっけー。結構綺麗かも。明らかに。何、委員長、言っていたのはこれのことじゃないか。はい、ま、おそらくあのオーブがこの城に異変を引き起こしているんだと思います。あれを破壊できれば。分かった、僕に任せて。え、ちょっと。平気平気、さっさと片付けて。アホ、いっけミリアム。言わんことじゃない。大丈夫か。確かに守られていたとしても。待て。なんだあれ。凄まじいまでの力の本流。皆さん、違いのようだ。ユリアン、カルノ、後ろへ。こんなところで倒れるわけにはいかない。みんな死力を尽くすぞ。はい。抵抗愛ぞ、気をつけろ。マイル、さあ一気に行くぞ。任せるがよい。
よし、掴んだ。なかなかの出来ですね。うん、悪くない出来だ。えへん。やったか。まあ、こんなものか。気を抜くな。な、まずい。しまった。不活でした。まだこん。ラリナさん。やばい。こ、母ちゃんまで。こうだった。倒したら。あれにあなたまで取り込まれます。みんな、まぶしかったけど、一体わかりません。確か何かが飛来するような音が。ああ、
そしてオーブを貫いた。あれは多分巨大なランス。ランス。そうだ。さっ不思議な光に包まれた黄金の髪。それってラウラ。誰も分かっていたことだが、城を包んでいた青白い霊気は消えやすく、あのオーブが砕けたから。でもだったらあの槍は槍の聖女。あの女かと思ったけど鋼の聖女の方だったか。でもやっぱり時間がなくなってきたわね。おっと、ランクアップしたわね。ご褒美をあげなきゃね。この調子で頑張りなさい。